満州国皇帝とは、大満州帝国の皇帝の称号。皇帝制移行前の失政についても、本校で触れる。満州国失政就任式満州国建国人の国家元首の称号は、失政であった。愛新閣ら不義は、皇帝即位を確約した法典特務機官長、土井原賢治の説得を入れて、満州に来たものの、自分がつくのは失政であり、 陛下ではなく、閣下呼ばわりされたことに激怒したという。関東軍は近い将来の訂正以降を約束した、ことで、不義はしぶしぶ失政就任に同意した。失政在任中、陛下と呼んでくれた、日本人は、側近の工藤正しだけだったという。大満州帝国皇帝玉座建国2年後の1934年3月1日、不義は念願の皇帝に即位した。 これにより、万人から、陛下と呼ばれる立場となり、関東軍もそれなりの対応で接するようになった。皇帝の火星を司さどるために、区内府が設けられ、区内府大臣が保筆の攻めを負った。他に、小書府、自重部官どころ、軍事士議員、再支府の皇帝直霊機関が設けられた。満州国では、日本の皇室との混同を避けるため、帝室と呼んで区別した。 不義とその一心たちは、この国家は、新朝の復活であり、後世、後清、北新と称されるべき王朝という認識であった。しかし、1937年に公布された、定位継承法第一条は、三岳島帝国定位早やすのり皇帝の断径子孫、タルダン氏援制これを継承すとされ、不義を始祖とする新王朝であることが明記された。そのため、 満州国提室とされた者は、の4人だけで、父の厚志信能、はじめや、実弟の不潔をはじめとする愛神格来一族は、帝族ではなかった。もっとも、もともと不義は新朝第11代皇帝公所帝の、養子として、定位を継承しており、その時点で正式な厚志信能家の人間では、なくなっていることも考慮しなければならない。また、 満州国建国と不儀の即位に反対した厚志神皇を提出から排除する政治的圧力が働くのはごく自然な流れでもあった。皇后の称号について不儀の第二次法日の際日本の皇后との混同を避けるために帝合という故障を使用してから正式には常に帝合と呼び鳴らされていたが内定内では依然として皇后と呼んでいた。 ありがとうございます。